沖縄県那覇市に土砂災害警戒情報が発表されました。沖縄県那覇市、そして糸満市、豊見城市、早原町、八重瀬町、こちらの方で土砂災害警戒情報が新たに発表されました。そして土砂災害警戒情報、こちら土砂災害の危険度の方も見ていきましょう。マップで見ていきたいと思います。沖縄県の中南部を中心として土砂災害の危険度が高まっております。特に南部の地域では非常に危険となっております。土砂災害のリスクが高まっています。では皆さんからの天気の報告を見ていきましょう。沖縄南部を中心として雨の報告、ザーザーから豪レベルの激しい雨の報告が届いています。雨雲レーダーを重ねています。梅雨前線の雨雲です。このように線状降水帯ライン状となっているのがわかるかと思います。引き続き大雨、そして落雷など警戒が必要となりそうです。安全な場所でお過ごしください。土砂災害警戒情報とは、土砂災害警戒情報は大雨警報発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない時に気象庁と都道府県が共同で発表する防災情報となっております。土砂災害の危険度が高まっております。周囲の状況、そして雨の降り方などに注意をして、危険を感じたら躊躇することなく自主避難をするようにお願いいたします。沖縄県の方で土砂災害警戒情報が発表されました。以上、気象速報でした。